本くげ沼駅は、神奈川県藤沢市本久げ沼2丁目にある、小田急電鉄江ノ島線の駅である。駅番号は、お江 14? 江ノ島電鉄線に、久げ沼駅があったことから、本、くげ沼と名付けられた。旧来の、本村と呼ばれる集落に隣接するためで、本厚木駅と同じ発想である。開業準備段階では、久げ沼本町という案もあったとされる。 その駅名を記した1928年の同票が2カ所に残っている。片瀬江ノ島側の踏切からホームを望む。左が上りホーム、右が下りホーム。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。上下ホームそれぞれに改札口が設置されているほか、各ホーム間を連絡する古選橋が設置されている。ホームの有効長は6両編成分である。 2004年5月、下りホームに簡易出入口が設置され、同年11月、有料駐輪場が開設された。下りホームは、下車客の割合が圧倒的に多いため、簡易出入口には、駅員は配置されておらず、自動券売機も1台のみの設置となっている。また、2007年3月31日、駅に隣接する本区号踏切が克服され、 歩道が確保されたことで、簡易室入口下車客の安全性が増した。時間帯により、駅係員無配置となる。駅係員の配置時間は公式サイト、各駅のご案内本区ゲヌマ駅を参照。2012年度の設備投資計画において、行き先案内表示機の新設が盛り込まれた。休行の停車駅ではあったが、2004年12月の、 ダイヤ改正で平日ダイヤでは当駅に停車する休行が減少し2018年3月17日のダイヤ改正により休行停車駅から外された乗り場は東側を一番ホームとして下表の通りである近年の乗降人員乗車人員の推移は下表の通り駅前にバス停はない最寄りバス停は東口が上岡西口が原及び 本陰沼小学校だが、いずれも500メートル程度の距離がある。1940年代からしばらくの間、藤沢駅と辻堂駅を本陰沼駅経由で結ぶ江ノ電バスの路線があった。ありがとうございます。